たまにはのんびりするのも悪くないな。リルック先輩、ご苦労様。裏メニューを試してみたいのか。準備は万端だ。夜が来た。私は大丈夫だ。休まずに俺のところに来るとは、俺の話が聞きたいのか。捕まえた。全部丸見えね。こんばんは。じっとこっちを見てどうしたの？大丈夫？さあ踊るよ。あなたと一緒にいるのが好きなんだ。